どうも、ソガです。狼絶景版やっていきます。なんか子供の頃とか雷って正直めっちゃ怖いけどめっちゃワクワクしたよな。早速じゃあ行くぞ。ここの7つの鞘だったっけ。オープン。え、なに？え、なんか見えない壁が。あれなんやろな、つくよみっぽいよな、左のあの星。まあ、行こう行こう。なんだかんだで狼、おいおいおい。あまこ、この穴がどこへ通じてるか知ってるのか？キュービの野郎の体から怨念のような煙が立ち上ったが、この穴はあの煙が飛んでいった北の国へ通じる地下道なんだぜ。さっきから不気味な雷が鳴ってやがるしよ。おいらなんか嫌な予感がするぜ。今その北に移動していきょんですけど、そろそろそのダンジョンというか移動エリアももうそろそろ終わりに近づいてきよるな。あーやばい、寒そう。トンネルを抜けるとそこはカムイ。ひゃー、さささ、さみー。こりゃ一体どういうわけだい。いくらここが極北の国カムイだって言ってもここまで吹雪が好き進んじゃいなかったぜ。あーまこ、おいらちょっとケモジャの奥深くに潜るから早いとここのもう吹雪をしのげそうなところ探してくれよ。つうわけでカムイに到着したんですけど、ここも確かそうね、大防戦がされとって、サイの目に行かないかんないけど、まあセーブはちょっとまた後でええか。その前にあそこの広場、今目の前に見えてるあそこの広場に行ったら強制戦闘があったはず。あ、どうしようかな。これまでちょっとやってきたやつを自分で落ち着いて見返してみて思ったのが、手鏡と鏡に頼りすぎやなって。ちょっともうちょっといろんな筆技を使いながら、もう今度こそちゃんとね、剣と勾玉の素晴らしさというか楽しさっていうか操作感を見せられたら。生ハゲ、生ハゲ何があれなの。でも火でもくべる。なんかなんだかんだでやっぱ氷ってなんか火が苦手なんやろ。あれちょっと、うわーこれ剣やりにく。お、でもこれあれやな、生ハゲやけどあれか、俗に言う地蔵とか最初の方におったあれと一緒やな。あれあれあれって何、あれあれ言葉が出てこんぞ。じゃあ何出てんの、何出てるの。風とか、お出た、ヒュフー。あ、間に合わなかった。イエス。おお、あっちが。ただここって名前が出てこん。名前こいつも忘れたけど、あ、イケメンがおるんやここ。ふぃー、ひだひだ。ここならなんとか凍えずに済みそうだい。おった。なんだい突然。てめえ、火に当たるくらいいいじゃねえかよ。お前は。表へ出なって感じだ。あまこ、今の野郎見たか？あのどうけた仮面のことじゃねえ。
やつが持ってた剣、あれはとんでもない技物だ。あの牛若とはまた違うタイプのイケメンね。ワイルド系イケメン。いずれお前のその技物と俺のこの草薙の剣どっちが強いか。やろう、本気でかかってくる気だぜ。全然使いこなせんけど。勝負しようやないか。あ、おきくるみか。よっしゃ。てか周りに火が灯ったけ、一回ちょっとあれかな。えい、まあでしょうね。どうやろう、じゃあやっぱあれか。おうおー、マジか、あぶね、あぶな。で剣はため技ができます。あぶね、痛い痛い、やめてやめてやめて、痛いんです。ちょっとあれか、あぶね、ほいほい、お、あぶね、それまずい、それまずい、あぶね、あぶね、ほい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 、ちょっとそ剣攻撃ばっかしすぎじゃない、あなた。おりゃおりゃおりゃ、あとちょっとか。おりゃ、出た犬か。やば、それこそあれかな、カスが見つかんとやばいから、やばそう。ほらほれ、あぶね、おっしゃ、あぶね、すごいぞ、なんか知らんけど敵の攻撃に対して対処ができとるぞ。誰やこれ、操作したの俺や。お、何、あぶね、あぶね、あぶね、ちょっと待って、ずるいぞ、こっちは一匹やのに。あ、なるほど、回復すんや。あぶね、いけ、ダメが、あぶね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 、くらい。よっしゃ、ふう、疲れつ。やるな、白いの。喋っただと。俺の名は沖くるみ。見ての通り、オイナ族の戦士だ。まあ、見ての通り言われてもわからんけど。曲が渋い。オイナ族の戦士、沖くるみ。沖くるみ、沖くるみ。どれが正しいイントネーションかわからんけど。お前は見たところ、我々一族とは違うようだが。ただの狼でもなさそうだな。まずは名前を教えてもらおうか。こいつはアマテラス、中津国の狼様だい。それよりお前、危ない真似しやがって。どういうつもりでこの剣を振り回してやがんだい。ほう、コロポックルやろし。ん？お前いっすんか。このところしばらく見ないと思ったら、狼に乗ってぶらり旅とはいい気なものだ。1年前、絵を描くのに嫌気がさしてこの国から逃げ出したと聞いたが、結局未練があって舞い戻ってきたというわけか。何？100年前にヤマタノオロチを倒した英雄でも気取っているのかは知らんが、その様、伝説の知らぬいと豆剣士の2人組のつもりなら笑わせるぞ。そんなことはどうだっていいだろ。大体どうしてその剣をお前が持ってやがんだい。それはこの剣を使う時が来たからだ。なんだぞ。知っての通り、このカムイは吹雪と氷の厳しい自然に覆われた国。その上、手強いケムラムどもがうじゃうじゃうろついている。それでも我々オイナ族が今日まで生きてこれたのは、
神の創山エゾフジがこのカムイを見守ってくれていたからだ。しかし我々の命を育む母なるエゾフジがあの魔人どもによって乗っ取られてしまったのだ。ああ双子の魔人モシレ地区とコタネ地区、やつらはエゾフジの頂上に封印されていたはずだった。だがある日突然目を覚ますと強大な魔力でこのカムイを襲い始めたのだ。吹きつける吹雪は勢いを増し、カムイの大地はぬくもりを失って凍てつく地獄へと変貌してしまった。あの魔人どもが蘇ったのか。魔人どもに襲われすでに多くの仲間が命を落とした。奴らまるで何かを探すかのように辺りをさまよい、ただ無差別に大稲族の仲間たちを殺して回ったのだ。大地が生気を失い、神の恵みである宇城が滅びればカムイは本当に人の住めない国になってしまう。怒りに震えている。早くこの手で奴らを倒さねば。村のみんなはどうしてるんだ。みんなエゾフジから押し寄せる霊気に耐えているところだろう。何せエゾフジの麓で魔人どもの吹雪をもろに受けているのだからな。あのままでは村が氷漬けになるのも時間の問題だ。あの村が氷漬けだって。そんなバカな。それじゃお前国の守り神の宝剣をこんなところに持ってきちまっていいのかよ。言ったはずだ。この剣を使う時が来たと。お前もこのカムイに伝わる旧姓の予言は知っているだろう。クトネシリカが青に鬼色に輝く時、氷壁は砕かれ天への道は開かれん。その予言の通り、この宝剣が青に鬼色の光を宿せば、奥の方に可愛いフォントでヨシペタイかって回答、ちょっと気になるな。村に押し寄せる吹雪を打ち払うなど、赤子の手をひねるも当然。宝剣が青にびの光を、甘く置いてけぼりみたいな顔してる。なん残っちゃいみたいな。だがこのクトネシリカ、目覚めるにはまだケムラムどもの血を吸い足りないらしい。だからこいつが光を宿すまで、俺はケムラムどもを切り続ける。お、評価出る。まあそうじゃわな。剣はな、ためが使えるんやけど、すんごい難しいんよな。なんか、はい。まだ話したいことあるんやね。っていうか、ちょっと猫背ね、あなた。かわいい。どうやら吹雪も少しは収まったようだな。魔人どもが吹かせるあの猛吹雪、次はいつ来るか知れん。今のうちに村にでも逃げ込んだらどうだ。おい、おきくるみ、その宝剣。あの村長のじじいがよく持ち出しを許したな。おいらは昔ちょっと触っただけで、はたき落とされたぜ。言ったはずだ。この剣を使う時が来たと。クトネシリカが青にび色に輝く時、氷壁は砕かれ天への道は開かれ。その予言の通り、この宝剣が青にび色の、お前さっきと同じこと言うのこれもしかして。はい、わかりました。ちなみにこのお稲族の人たちはこの丸を描くと愛じゃなくて犬の姿に変身します。かわいいね。でっか。さて、じゃあちょっとサイの目のところに行きながら、今行ける箇所にちょっと行こうかな。あ、そっかそっかそっか。はいはい、オッケーオッケー。ちょっとさっきこんな帰る。ちなみに番外編で、胃袋がボコボコに取られたんやけど、あれ終わった後にちょっと西安京の桃太郎のところで、きび団子アホみたいに食いまくって、また胃袋は満タンにしてます。よいよいち。お、まあ一応話しかけよう。おっとワンちゃん、また会ったな。あんたもしかして大弓使いのリンゴ兄さん。この猛吹雪の中で一体何をやってんだい。いや実はな、俺あれから弓の腕を磨く旅をして分かったんだが、どうやら俺の弓は災いを招くようなんだ。それで他人に迷惑のかからないところへ行こうとするうちに流れてこんな北国にたどり着いたってわけよ。でもこれどのルート通ってやってきたの。流れてきすぎや。まあワンちゃんもこれ行くってゆっくりしていきなよ。大丈夫。
お前の意味は不幸な意味じゃないって証明してる俺が。すごいな。なんだって、俺の矢が雷を呼んだ。こりゃ何かのたたりでもただの偶然でもねえ。天命だ。これはもう天の神様のお導きに違いねえ。俺は矢と共に生き、矢と共に死ぬ運命なんだ。でも独身宣言なんじゃ。今まででかいことをしたいだの、旅に出るだの言っていたが、俺はただ楽をすることしか考えてなかった。でも一つの道を極めるのに楽な方法なんかありゃしねえ。天の神様、わかったぜ。こうなりゃとことん矢の道を極めてみせら。リンゴ兄さん、どうしよってんだい。どうもこうもね。俺の本当の旅は今ここから始まるんだ。ワンちゃんにタマちゃん、タマちゃん。お前たちがいる時に限って天の導きがあるなんて、妙な縁があるな。お前たちのことは忘れねえ。またどこかで会ったら一緒にリンゴを食ってくれよな。それじゃ、あばよ。まだこれ、リンゴめっちゃ落としていくんや。これもあれなんかな、 3DS の狼伝で夜市出たりするんかな。行っちまった。リンゴ兄さん一人で盛り上がっちまってよ。でも今回はいつもより生き生きしてたぜ。そして今左上に見えたのは道場って。ちょっと道場も今回いろいろ解放しようかな。自分の生きる道か。これ石の下ってなんか、なんもなしか。で、こっから、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これが多分このシリーズ最後の、てか狼最後の、狼おろしです。やば、めっちゃ綺麗やな。そう、ちなみに、動物たちに餌やりまくっとったら、もう、サチ玉がめちゃくちゃすごいことになってますね。2392個もあるんですけど、これな、なんか今のところ、ひょうたんだけは一番最初のチュートリアルで、この体力か、まあ、太陽気か、炭ひょうたんしか上げれん状態だったっけん、一回だけこれ炭ひょうたんを強化はしてるんですが、もうほんまにちょっともうこれ、ここの二つ強化せんと、行き詰まるってとこまで、もうこのままもうずっと強化せずに行こうと思います。何の縛りって感じやけど。なんかもうちょっとうまい、見せっぷができるようになってからそういう縛りしていって、とこやけど。よし、じゃあちょっとこの辺り。探索していきます。おった、久しぶりやない。お前も正直どうやってここ来たん。おい、あれワンコじゃないか。僕のこと覚えてる？ほら、アガタの森で一緒に遊んだ。お前コカリの坊主かい。はるばるこんなところまでよく来たもんだな。僕スサノオみたいなでっかい男になりたくて、父ちゃんの竿を手に当てのない旅を続けているんだ。お前は偉いな、本当に。どっかの奴らは人が飼った釣り竿を勝手に持ってって、勝手に我が物の顔で使いよるけど、やっぱり大海原と向き合うと川とは違った会話ができて、自分の存在がいかにちっぽけか思い知らされるよ。お前ちょっとマジで身の間に悟りすぎやろ、いろいろ。へえ、あの泣き虫小僧が一丁前なことを言うようになったじゃねえか。そういや顔つきも随分変わったような気がするぜ。そうかな。これまで大自然の表情をたくさん見てきたけど、このカムイの冷たい海原は他のどんな表情よりも厳しいね。カムイの自然とも対等に会話ができるようになったら、僕もスサノオのようになれるかな。ある意味、まあでもな、スサノオはな、もうそもそもちょっと違うもんな。坊主、相変わらず釣り竿一本で自然、そっか。糸つけてないんか、こいつ。バカにしてんのか、釣りを。父ちゃんがこの竿を大切にしていた理由、今ならわかる。これを握ってるとその先端から自然のささやきが聞こえてくるんだ。ねえワンコ、久しぶりに僕と釣りを楽しまない？僕の成長ぶり見せてあげるからさ。これのお悩みってイベント釣りになるんやっけ、それとも普通の釣りになるんやっけ。ちょっと一旦試しに釣ってみて、まあイベント釣りになるようであればって感じかな。
イカを釣り上げた。なんか口元すごかわいいホンマグロ、うーわーうまそうやな、絶対うまいやろうな。ハマチ、うわー、まあ、お寿司食べたくなってくるな、マジで。やば、竜宮の使いや、すごっ。竜宮の使いって食べれんような、おお、あんこを釣り上げた。顔が怖い。一旦やめよう。結構釣った気がするな。おっと、俺らもつい虫になっちまった。すごいや、あんな大物が釣れるなんて。これで僕も一人前。いや、まだまだ。向上心が高すぎる。で、梅太郎久しぶりやな。いや、本当に寒い国でも魚たちはたくましく生きているんだね。やっぱり大自然はいろんなことを教えてくれるな。もっともっと男として必要なことを教えてもらわなくちゃ。バカタレ、俺は海太郎に話しかけたんじゃ。久しぶりやの。お前たち久しぶり。お前たちがこのカムイに来たことは匂いで分かってた。犬の嗅覚すご。お前海太郎か、ずいぶん一丁前な姿になったじゃねえか。潰れた柿みたいな顔は相変わらずだけどな。お前また強くなった。でも俺もコカリも強くなった。俺たちいろんなところを回っていろいろなものを見てきた。でもやっぱり釣りと喧嘩はお前がこの国一番。そうなんや、ありがとう。だって、まったく相変わらず微妙な褒め言葉だぜ。かわいいな。よっしゃ、じゃあお待ちかね、どうぞ。おにぎりさい先生、久しぶり。ほほほ、こりゃかわいらしいお君さんがやってきたの。またじいさんかよ。あんた神出鬼没にも程があるぜ。言ったじゃろ、たとえ絶海の孤島であろうと、雪吹きすさぶ極寒の表現であろうと。よったな、武の道を開くためにわしは雨が下を飛び回るとな。のんきな顔してやるときはやるじいさんだぜ。いや、やるときは顔が変わるんだな。それよりお前さんもこんなところへ何をじゃな。もしかしてまた武術を学びに来たのかの。これ確かはカワセミがなんかそのかわした時にダメージを与えるみたいなのもあった気がする。あ、あとこれね、打撃の力が加わり敵にダメージを与えることができるとね。神業、石頭、今まで頭突きでは壊せなかったものが壊せるようになる。はい、で飛び打ちは打撃の、あ、そうかそうかそうか、ジャンプした時にもダメージを与えられるってやつね。おほほ、あー、はいはい、表陣の陣、マガタマ、はい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 、鏡版ね。オッケー。じゃあちょっと、まあ、サクサクサクっと、このブレコ200万な、全然まだ足りんけんな、やばいな。じゃあちょっとブレコ以外全部覚えてこようと思います。よし、一旦ブレコ以外全部覚えました。すごいな、20万ぐらいお金が減った。これで指南書ももう、まあ一回もちょっと見たことはなかったんですが、あ、もうあのブレコだけやね。あー、200万か。ちょっと200万貯めるんは、裏作業でちょっと貯めて、しようかなと、今んとこは思ってます。ちょっと待って。この銅像あれか。切れば切るほど、銅像になっていくやつ？わー、すごい。じゃ、これ左一寸もしかして。え？ここだけか。かわいい。ちょ。えへ。かわいいね。お、あ、鎌倉か。雪同士か。これでもどう考えても火が必要だな。グレンか。うそやん。これでもどうや、グレンか。おいー、遅かったか。これ時間が微妙そうや。ブロッ。あ、これ何、鉄火玉2つ OK ってことか。あ、これあれか、鉄火玉2つで穴開くところか。
あー絶対そうや。ここテカ玉三式になるとこっすね。足りるかな、お布施。やっぱお布施やんね。オッケーオッケー。さあお布施はいくらかな。心付けをすると泉の神様が力を貸してくれる聖戦金城戦。まあ金を持ちすぎても心が汚れるっていうし、心当てで身も心も洗ってみちゃどうだい。いくらですか。2万。うわあ10万。で今までの流れやったら一番高いと3回払ってよかったはずやけん、まあ、とりあえず30万やりますか。どう来る。来たー爆神。おお我らが自分アマテラス大神、欲の源たる金子を幾度となく投げ打つおもとの清き清きを心、その志に感じ我思考の破壊力を宿したり、闇を揺るがす我が三式の破壊力、いざ存分に試されよ。ありがとう。これで爆弾が一度に三つ出せるぞ。大好きなテカ玉が。おいおい、テカ玉の破壊力がまた上がったのか。ってことはもしかしてテカ玉をさらにもう一個出せたりするってことかよ。三個もテカ玉を並べられるとはこれ景気がいいぜ。その通りですよ、一寸さん。ご覧あれ。やば。はい。絵巻ももうあと少しなんかな。あとどんぐらいあるんやろ。点灯絵巻も。あと3個か。マジか。はい。じゃあちょっと読みましょうかね。テカ玉三式。テカ玉の秘められし力、テカ玉三式の力の開眼により、テカ玉を一つ書き出した後に、再びテカ玉を描きしとき、最大三つまでのテカ玉を生み出し、その激しき爆撃で敵を翻弄できようぞ。やりました。あとはじゃあ一戦ぐらいかな。ここもな、穴、袋無地な、やけか、がおるとこがあるんよな、確か。あ、でもここちゃうっぽいな。紫の煙が出てないけん。じゃ、ちょっと入るか。え！当選棒だと？マジで？ちょっと待って、ここ一番むずい当選棒なんちゃうか、じゃあ。ちょ、マジか、マジか。まあ、挑戦しよう。頑張ろう。こんにちは。ヌーン。俺の名前は当選棒。一度通さないと決めたら絶対通さない番人で通してるんだ。あれ、いや通さないだっけ。もうこれももうおなじみや。出たな、何度やられても懲りないやつがよ。まあお前らのその根性だけは認めてやるぜ。ついにここまで来ただな、四つ足の白い悪魔。我ら当選坊一族の名にかけて一族最強の男が今ここに立ち上がっただよ。やっぱこいつが一番ヤバいやつか。最強の当選坊完璧。我が仲間を次々と葬ってきたその実力、俺らも甘く見てるわけじゃないだ。お前の来訪に備えて毎日のように鍛錬を積み重ね、弱点の経絡機構を鍛えに鍛え上げただよ。だからこの鋼の体を遠慮なくついてくるだよ。いいけどよ、やっぱりお前ら自分からは攻撃してこないんだな。それが範囲のような気もするんだけど。ふん、俺たち一族はそんな野暮なことはしないだよ。受け止めて返す。それが俺たち一族の哲学だ。さあ話はここまで。男ならこの胸にドンと来るだよ。そう、確か当選棒失敗したらダメージ食らうんやったっけかな。でこいつがめちゃくちゃ経絡機構が複雑でたくさんあったかなんか2回ぐらいやらされるんやったっけかな。まあ、とにかくやろう。頑張るぞ。ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、8、じゃなかった。あーやばい、やめてください。危ない危ない。あ、避けれるっちゃ避けれるんや。まあでもちょっと待ってよ、次ぐらいでいけるか。もう一回やったらいけそうな気がする。最悪やん。ランダムかよ。2、3、4、5、6、7、8。うわっちゃー！嘘やん！
マジでむずいこいつ。くっそーむずい。やべ、ちょっと待って、マジでちょっとマジでちゃんとやろう。やばいや、マジでむずい。ちょっと待って、もう本当にむずい。あーやばい。1 2 3 1 2 3 4 5、やばい、ちょっともう覚えれん。ですよね。もうちょっと待って、いいか、もうなんか時間がええ感じやけん、ちょっともう次回に持ち越そう。これはくそ、マジで悔しい。絶対に次はやっつけてやるけんな。